ロープウェイと南大山明智平ロープウェイは、栃木県日光市にあるロープウェイである。明智平駅と展望台駅を結ぶ路線で、東武グループの日光交通が運行している。展望台駅からは、下言滝や中禅寺湖、南大山を望むことができる。かつては、国鉄、東武日光駅から、路面電車とケーブルカーで明智平まで乗り継ぐことが、 できたが、国道の渋滞などの理由で1968年に路面電車が廃止されると、その影響で1970年にケーブルカーも廃止されてしまい、このロープウェイのみが残される形となった。かつては、明智平駅の駅舎に大規模なレストハウス、明智平パノラマレストハウスが併設され、ドライブインの機能を有していたが、後日の通り営業を終了し、 駅舎部分を残して建物が解体された。2019年現在は駅舎内で小規模な売店機能があるほか、軽食販売店とトイレを併設した小規模な新棟が設置されている。また、駅舎と新棟の間はさらちのままになっており、日光市街やケーブルカーの線路跡を眺められる展望スペースとなっている。日光駅、日光道、 清滝インターチェンジ方面より、第2位路肌坂を経由し、明智平駅へアクセスできる。第2位路肌坂は、日光駅方面中禅寺湖方面の一方、通行であるため、もし、中禅寺湖側から行く場合は、第1位路肌坂を下ってから第2色路坂を登り直す必要がある。かつては、中禅寺湖方面から明智平駅までの第2位路肌坂は対面通行となっており、 中禅寺湖川からの直接のアクセスが可能だったが、渋滞対策のため2019年10月より、同区間は一方通行化された。なお、明智平駅の駐車場は無料開放されていたが、2021年7月1日より二輪車を除き有料化された。ただしロープウェイ利用者には無料券が配布される。 道路の反対側の県営駐車場は完全無料のままとなっている。ありがとうございます。